笑いコンビ千原兄弟の千原ジュニアが MC を務める7日放送のアベマニュース番組アベマ的ニュースショー毎週日曜正午では、国内で選択的夫婦別姓が認められないと500年後には日本人全員の名字が佐藤になるという試算を紹介。この未来を先取りするように、すでに人口の6人に1人が佐藤姓の山梨道志村を取材した。取材班が道志村の村民に声をかけると、佐藤さんが多く登場。道の駅では従業員30人のうち12人が佐藤さん、見せてもらった電話帳にも佐藤の名字がずらりと並んでいた。佐藤さんに話を聞くと、郵便がよく間違えて届く、屋号と下の名前で呼ぶから佐藤は言わないと、佐藤さんだらけの町の実態が明かされた。